今月11月の国立劇場では、歌舞伎&落語のコラボ、忠臣蔵というのを上演しておりまして、まあ、それ見てきたんですね。最初に小朝さんが落語で、その忠臣蔵にまつわる話をしたり、五段目の小野貞九郎って役頭なんですが、これをかっこいい役に変えた役者の話をしたりするんです。で、それでお昼休みがあって、その後に歌舞伎でこの五段目、六段目っていうところをやるんですね。この五段目、六段目っていうのは結構悲しい結末になるので、まあそれだけ見るのにはちょっと気持ちが重くなっちゃうんですけども、前半にこの落語の話があったっていうことでね、なんかすごい楽しかったし、こう期待感もあって、とてもいいね、企画だなって思いました。で、小朝さんが出ると、その出囃子のね、騒ぎが惹かれるんですよ。騒ぎっていうのは、っていうような音がずっとこうベースにあって、そこに縦の人がこう派手な音楽を弾き、そして歌もあったりするんですけどね。で、以前この曲も出囃子としてリクエスト受けてたんですけど、まあ二重奏なんで音が取りにくくって途中挫折してたんですね。だけども今回生でやっぱり聞くことでもう一遍やってみようと思ってまた音を取りました。で、音源は落語芸術協会の寄せ囃子っていうものから取りました。では。7本の3下がりです。楽しいお座敷ですね。以上です。